どうも、キスケです。ということで、新しく追加された、人造人間18号を使っていこうかなと思います。まずはイラストを堪能してください。やばくない？ めちゃくちゃいいね。で、性能なんですが、今7突ですね。はい。で、必殺アーツに味方用ダメージ15%アップ、消去不可、発動回数2回がついてるんで、ちょっと使っていきたいよね。で、特殊アーツ、味方の体力回復と待機カウント短縮で必殺アーツドローがあります。はい。必殺アーツを次にドローするっていうのが発動回数ついてないんで無限じゃね？ なかなかですね。で、メインアビリティが必殺用ダメージアップで全コストダウン、待機カウント2カウント短縮の能力強化で待機カウント5カウント短縮、手札すべて破棄という形になります。はい。で、余ダメ70%、火ダメ60%、必殺コスト10ダウンで、ドロ速1段階アップ。で、バトルメンバーに人造人間イベント限定セル編が編成されてると、余ダメ30%、必殺余ダメージ30%、気力回復速度30%と、いう形になります。はい。まあ結構ね、強そうかな、個人的には。で、控えに戻るとっていう能力もあるよね、確か。で、こいつ、カバチェンで出すと、手札2枚破棄ついてます。で、自身が控えに戻ると、味方の体力じゃない、自身の体力10%で、味方の気力20で、味方の余ダメージ15で、味方の必殺余ダメージ15ということで、まあ支援できるしっていう感じかな。必殺アーツはちょっと使いたいね。ということで、本日使っていくのは人造人間パーティーになります。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。まあ、軽油用ダメージアップがあるんで、18号から行きましょうかね。はい。対戦お願いします。この服装いいよね、18号の。で、まあ、一応ね、能力で、セル編3体編成してると、待機カウント5カウント短縮みたいな能力あるんやけど、さすがにそれで固めるとね、弱すぎて 弱すぎるんで、そんなことはしません。はい。はい。いいダメージ。結構相手攻めっ気高いかも。ああ、うめえや、これが。これがうめえや、マジで。予約発でいきます。ああ、早いね、帰ってくんの。はい。ああ、だるい系か。オッケー。もう一粒ぐらい来るかなと思ったけど、一応ね、これ手札破棄あるんで、そこが強いよね。ああ、遅い。遅いけど一応発動したんで、余ダメアップはついてます。返さんぞ。オッケー。ナイス。いや、それありがたい。マジで感謝です。ナイス。いやー、攻めっ気が強いね。いやー、悪くない、火力。で、これで待機カウント短縮して、ぐるぐる回そう。オッケー。ナイス。一発は発動できたね。二回発動できんだよな。通常で返そう。ナイス。撃ちます。お前にぶつける。倒したんじゃね？いや、使いやすいよね、18号、だいぶ。悪くないんだよな。あざっす。そこ見てくれんのありがたいな。はい。さあ、ドロ速バチコリ上げて。いやー、悪くないね。いや、でもこれ落としきれないっぽいな。マジか。ああ、いけるわ。ナイス必殺。対戦ありがとうございました。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。
まあ、とりあえず18号で必殺アーツ2回打ちたいけど結構むずいな。まあ、特殊アーツで呼べる分マシっすよね。通常で返して、はい、おっと、やらかし侍です。はい、とりあえずひたすら有利属性で戦っていくしかないね。キャラチェンスルー、くらえん、なかなかの火力です。パンチ、危な、オッケー。なんで噛み合うかなけどあれっすね、相手なんていうの、タックルで予約してなかったね。予約しとったね。ナイス。さあまずは一発目、ビビビビビビ、ちょっと遅かったか。おお、ナイス、打っちゃうか。さあこれで味方の余ダメージ 30% アップ、悪くないマジで、ガチで悪くないナイス、これならどうだ、オッケー、バニシング知らない系男子か了解、把握しました、把握したんご。はい、まあさすがに死んだねこれは。ズババ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 バ、どうかなこれ。さあバニシング奪っていく、あざーす、助かります。さあ一応これでライジング溜まるけどバニシングもカウントも進んでないです。まずいっすね。はい、ナイス、攻めろ攻めろ、はい、消えろ、ナイス、タイミングよしおおまあライジングで飛ばすか相手のキャウェイが確か貫突ぐらいでしたよね。あー、運ゲーかまされていく、オッケー、うふふん、ナイス、はい、これカウント短縮して多分帰ってくるの17号っすよね。そうだよな、 OK、 消えろ、予約圧だ、皮剥がれねえかマジっすか、強えな、硬いっすね相手、 OK、 いや相手のパーティー勝ったマジで。さあユニークゲージマックス、いやーいいタイミングマジで、さっきから悪くない、はい、攻めろ攻めろ、攻めて攻めて攻めまくるんだよ、オッケー、打つ、打とう、うん、まあこれな別に上手くないんだよな。だってな、本来ライジングで飛ばしてるキャラクターやから全然上手くないっていうね。はい、そうか、入っていく、これでも暗いな、あちょー、帰ってくるかなと思ったけど帰ってこなかったね。落ちろ、落とせ、無理かマジか、オッケー、
じっくりやろうぜ。うわ、危ねえ危な2発目かよ。試合、まあ時間長いもんな、試合時間。はい。いや、気力減らんねえ。18号で殴ってる時。さあ、運がいいね。ことごとく運がいいな、お前。羨ましいぜ。OK。さあ、ラスト。うわー、マジか。さっきちょっと見てきたからさ、そのままいけるかなと思ったけど無理でした。残念。手札破棄。ただこれライジング多分飛んでくるよね。じゃあセルだ。うん、自爆で自爆です。ちくしょー、許さない。白熱しすぎな剣について。吹き飛べー。ナイス。あざした。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。すごい、全員凸一緒や。バランスがいいね。さあ、お願いします。来なよ。 OK。 びっくりマーク。あー残念。 OK。 さて、あ、そっちなんや。いやー、マジか。これは読み負けたね。残念だ。いやー、全開アビリティ乗ってっからすげー火力高え。すげえ火力高えわ。一応手札破棄あるんでね、これ。あー、ラッキー。いや、申し訳ない。まんまと引っかかったって感じです。悲しいかな。はい、消えろ。もう一枚来ないかな。来ないか、残念。まあまあいいでしょう。はい、ナイス。打っちまうか。入る。ダダ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 。攻めないね、相手。オッケー。あー、うめえや。こりゃうめえ。さあ、トン返さんぞ。いやー、いい火力、マジで悪くない火力。さあ、メインアビリティ。オッケー、ナイス。攻めまくりますよ。さあ、特殊カバチェン向こうにしといて殴っていこう。何カウントやったっけ、特殊カバチェン向こう。ちょっと覚えてねえな。覚えてねえや。オッケー。はい、とりあえずよだめ 30% アップは手に入れてるはず。いや、でも硬い。全開アビリティが乗ってるから硬い。マジで硬い。消えろ。残念勝。はい、オッケー。いや、うま、それ。ナイス。はい。もうできることがありませんでした。素直に諦めモード。強いね。あー、キャラチェン間に合ってないか。死んでいく。 OK。 ナイス。あ、ラッキー。入るね。はい。いやー、いいタイミングの特殊圧、マジで。マジでいいタイミングの特殊圧。
さあとりあえずこっちもライジング使わずに一体落とし切っていく。残念。もうちゃんと4ダメアップついてっからね、消去不可の。いい感じだと思います。火力高すぎやろマジで。終わってる火力が。やばすぎマジで、意味わからん。ナイス。さあこれユニークゲージマックスでバニシング回復したらマジで強い。 OK。 はい、普通落ちると思うやん。なんか知らんけど勝ったわ。これでは完全体の試しにもならん。はい、皆さんお疲れ様でした。ということでいかがだったでしょうか。まあシンプルに使いやすい性能だなっていう感じですかね。うん、ただまあなんていうの、あの変身セルいるでしょ、レッド属性の。あいつの凸をがっつり追ってる人であれば、まああっちでいいかなっていう性能っすかね。うん、ただそのリミテッドセルを限りなく強く使いたいっていう人は、その4ダメモリモリで、まあ、使っていくっていうのも悪くないかなとは思うんですけど、まあ結局のところ変身セルの介護感みたいな、まあ役割全然違うとは思うけど、なんかそんな感じっすね。はい、悪くはないと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。